どうも、アイチーです。今日から5年前の2012年6月1日にですね、私はこの YouTube に初めて勉強動画を投稿しました。その様子がこちら。で、これはどうやって判断するかというところが、括弧の中に注目してください。括弧の中が今ですね、ここプラスだね。で、こっちもプラスです。ね、ひどいでしょ多分初めて見た人もいっぱいいると思うんですけど、そこがまあ自分の原点でございます。まあ、そこからいろいろ変化して今の形になっていったんですが、投稿し始めた当初、ね、鳴かず飛ばず、前もね話したことありますが、鳴かず飛ばずの日々がずっと続いて、でもまあちょっとずつちょっとずつ見てくれる方が増えていって、で、まあ、気づいたら5年という月日が経ってました。いろんなところでね同じようなことを言ってますが、本当こう見ていただいてる皆さんに支えられた5年間です。皆さんがいなければこうやって続けることはできなかったので、本当にありがとうございます。まあ、5年経ったねからといって、すげえなんか大々的な発表がドーンみたいな、まあないんですけどないのかよみたいな、ないんですよ。ただ2個ちょっとちっちゃい変化がありまして、まず1個目がこの後に新しいカテゴリーの動画が始まります。それが、このチャンネルは基本的には勉強動画です。あとはラジオっていう形で、まあ、トーク動画があったり、たまにね、こうちょっとエンタメ要素の動画、あとは料理動画とかやってきましたけど、休み時間というカテゴリーの動画が始まります。で、これは、まあ、勉強と関係ないもの、もちろんね、なんかすげえふざけた動画とかは全然撮らないんですけど、ちょっと勉強の合間に見てもらえる短い動画をですね、まあ、編集したものを、投稿していきます。それを第1弾がこの後上がりますので、まあ、これから休み時間っていうカテゴリーがあるんだっていう、まあ、それだけ変化1です。ちっちゃいでしょ。で、次変化2なんですが、これは変化2というか、前々から、作りたかったですね、グッズです。はい。で、今一番考えてる、まだ全然作れてないんで、これからなんですけど、一応パーカーを、ずっと作りたいと思ってます、思ってたので、パーカーを作ることにしました。ただ、今、業者を見つけてる段階なので、まだ全然なんですけど、ひとまず、作るということをここで公言しておきます。これはやりますので、必ず。はい。っていう変化に、以上です。という、まあね、まあ、未だに5年経っても、まったりしたチャンネルではあるんですが、これからも、勉強動画に関して、まあ、ラジオもそうですけど、勉強動画に関して、まあ、一つ一つ、本当にね、丁寧に、ね、心を込めてって言い方ちょっとおかしいかもしれないですけど、自分の持てるものをちゃんと全部詰め込んで、動画を撮っていきます。で、もちろんそれが皆さんにとって有益なもの、プラスになるものとは限らないとは思いますが、それでも、誰かにとってプラスになる、勉強動画になるように、心を込めてこれからも撮っていきますので、6面ねと、噛んでる ?6 年目となった配置ですが、どうぞこれからもよろしくお願いします。ということで、改めてになりますが、本当に5年間ありがとうございました。今後もね、頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、以上です。ありがとうございました。